皆さんこんにちは。コツコツ貯金体操の古田優子です。コロナウイルスで大変ですね。ご自宅にずっといらっしゃるときに、ぜひいつもやっているスクワット、そして胸を開く、その体操だけは続けていただきたいと思います。じーっとしている時間が長いと、不調がいろんなところに出てきます。4月になったら皆さんと一緒にまたコツコツ貯金体操復活いたしますので、その間ぜひスクワットやっておいてくださいね。立ち座りが楽にできるだけで、次の運動は本当にスムーズにできるようになります。4月に皆さんとお目にかかれるのを楽しみにしています。よろしくお願いします。体操の王道です。いつもやっているスクワットをやってみましょう。まず最初にどうぞ背筋をピッと伸ばして骨盤を立てて座ってみてください。こうやって座るのが大変な人はどうしても丸くなってしまったりしますが、なるべくまず立てます。疲れたら寝かしちゃっていいですから、まず立てる、寝かす、この動きをして骨盤が動くようにしておきましょう。はい、ではスクワットの基本姿勢ですが、立ち上がるときに足を引かないで、これは膝を痛めないためです。頑張って腹筋と背筋を使って、足の付け根を使って、まずお尻を持ち上げる感じ、大丈夫ですか？座りますね。ここを通ってしっかりと立つという感じです。でそのまままたお尻を後ろに引いて、そーっと音を立てないで座る、そんな感じがとてもいいポイントです。背中がどうしても丸くなってしまう方は、まず手を使って腕を使って体を起こしてみてください。で座る時も手を使ってお尻を下げます。どうでしょう？手が痛い人はさあどうしよう、足をなるべく大きめに開いて、で立つと狭いよりは立ちやすいと思います。いろいろ自分でやってみてください。でここに机がある方は机を押しながら立つ、そうすると足、お尻、背中の筋力は少し使わないで腕に頼ることができますから、楽に立てるかもしれません。ではいろいろ工夫をしてやってみましょう。10回やってみたいと思います。いきますね。はい、ではお尻をぐっと持ち上げて、はい、立ちます。いいですか？はい、吐きながらふー、座るときにゆっくりです。いいですね。はい、2回目すっと立ちます。立った時あんまり膝にぐっと力を入れないでください。はい、お尻を後ろに引いて座ります。はい、3回目、お尻を上げてから立ちます。はい、付け根を後ろに引いて背筋を伸ばしてそーっと座ります。はい、4回目、皆さんも一緒に数えてください。黙ってると辛くなります。はい、ゆっくり後ろに引いて座ります。はい、5回目です。ゴー。この時お腹抜けてませんか？大丈夫ですか？はい、お尻を後ろに引いて。はい、6。お腹引っ込んでますかね？はい、後ろに引いて。はい、7。大丈夫ですか？お尻を後ろに引いて。はい、8。膝は痛くないですか？大丈夫ですか？膝が痛い人はかかとが後ろに来ちゃってるかもしれません。確認してください。はい、9。はい、座ります。最後10はね、ギリギリで我慢します。はい、10。いいですね。はい、ギリギリ、お尻ギリギリで我慢します。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、ゆっくり座ります。どうでしょう？ちょっと効きました。で、足の内側が弱い方はボールを挟んだり、バランスが取れる方は足をぴったり閉じて立ったり座ったりしていただくのでもいいです。逆に不安定な人は少し足を開いて、つま先も開き気味でいいです。この方が安定感はあります。まず安全に転ばないように行うことがとても大事です。膝が痛い人は、そうですね、私を呼びに来てください。個人レッスンします。よろしくお願いします。